イチゴソースを添えたクルフィピスタチオ、バニラおよびバラのフレーバーのクルフィークルフィーは、インドは大陸においてよく見られる、風味付けした牛乳を煮詰めて凍らせた評価である。しばしば、伝統的なインドのアイスクリームと呼ばれる。クルフィーは、外見も風味もアイスクリームに類似しているものの、その味わいは、アイスクリームより濃厚かつクリーミーである。アイスクリームと異なり、 泡立てずに作るので、伝統的なカスタードアイスクリームのように、固く濃厚な評価に仕上がるためである。濃厚であるために、クルフィは、西洋のアイスクリームに比べて、溶けにくくなっている。ピスタジオ、ローズウォーター、サフラン、カルダモン、カシューナッツ、アーモンドなど、様々な風味のクルフィが提供されている。クルフィは、インド、スリランカ、パキスタン、バングラデシュ、ネパール。 ミャンマー、中東において、広く食されており、またそれ以外の地域でも提供されている。レストランで提供されることもあるが、路上で真っ赤と呼ばれる陶器の器の中でクルフィを冷やしながら売っている、クルフィーワラスと呼ばれる、露天商たちが販売していることもある。ヒンドゥスターにこのクルフィ、またはクフィはペルシア語で、覆われた器を意味するクフリーに由来し、もともとは、 アラビア語である。クルフィは16世紀のムガル帝国で生まれたと考えられている。インドアタイジクにおいては当時からデザートを作るために濃厚な練乳を混ぜることは広く行われていた。ムガル帝国の時代にこの練乳にピスタチオやサフランで風味付けをし金属製の型に入れ水に他の物質を溶かして凝固点を下げた氷の中に型を入れることにより クルフィが発明された。ムガル帝国皇帝、アクバル時代の失政の詳細な記録であるアクバル回転には、ヒマラヤの氷を温暖な地方に輸送する際や、何かを凍らせる際に、小石が用いられたことが記録されている。2000年代以降は、西洋風のアイスクリームショップが、インドでも事業を拡大し始めたため、 クルフィはこれらのアイスクリームとの競争にさらされている。伝統的には、クルフィを作るためには、加糖して風味付けをした牛乳を、容器の底に焦げつかないように絶えずかき混ぜ、分量が3分の2程度になるまで時間をかけて煮詰めて、脂肪分、タンパク質、乳糖といった成分が濃くなる、よう濃縮する。このように時間をかけて煮詰める間に、乳糖がキャラメル化するため、 独特の風味を持つようになる。この液体を密封した容器に入れて、早く氷用塩を混ぜた氷に埋め込む。この塩を混ぜた氷と容器は、外の熱を遮断し氷を溶けにくくするため、陶器に入れられる。この方法により作られたクルフィは、またかクルフィと呼ばれる。クルフィは、このように時間をかけて凍らせて作られるため、氷の結晶ができず、独特の滑らかな口当たりを有する。 より簡単な作り方としては、牛乳を沸かしてかき混ぜながら、パンクズ、コアおよび砂糖を加える。上の方にできたクリーム素は取り除いておき、最後に牛乳を濃くするために加える。より近年は、濃縮乳に加糖練乳およびダブルクリームを加えて、その後砂糖を加えて、さらに煮詰め、コーンスターチペーストを加える。このペーストを加えて1から2分さらに煮詰めると、牛乳は、 さらに濃厚になる。その後、香料、ドライフルーツ、カルダモンなどが加えられる。その後、この牛乳を冷まして容器に入れ、凍らせる。一人分を小さな容器に入れて凍らせそのままスプーンを添えて提供する場合は、外側が柔らかくなるよう、提供の10から15分前に冷凍庫から出しておく。ありがとうございます。